インフォメーション。さてパルインフォメーションの時間です。 F 難南海放送では、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、 F 難を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と結んでいます。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市町や関係団体の情報をお伝えしているのがこのコーナーです。今日はですね、新居浜市の情報についてお伝えしたいと思います。新居浜市の赤金ミュージアムで、今年も同婚式イベントが開催されるんですね。同婚式、同婚式って皆さんご存知でした？知ってました？なんか金銀銅ですからありそうな感じはね、普通するんですけど、実は僕はその赤金ミュージアムでこのイベントが開催されているっていうことを知って、そんなのがあるんだと思って過去に調べて、それでまあ恥ずかしながら知ったんですけれども、一般的にまあさっき金銀銅って言ったんですけど、金婚式っていうのが50周年ね、結婚で、銀婚式っていうのがその半分ですよね、25周年で、同婚式っていうのがじゃあ何なのかっていうと、これ7周年なんですね。なんか切り良くないなってなんか思っちゃったりしたのは、まあ僕だけなのか、10年とかじゃいけないのかなとか、ちょっとまあ思ったりもしたんですけど、これなんでじゃあ7年なのかっていうと、諸説あるのかないのかは知りませんが、もう結婚も7周年にもなれば、例えばその経済の基盤も安定をして、まあお金ですよね、上手にやりくりができ始めたりとかして、で、まああとは、まあ家族が例えばこう増えていたりするようなことも多いようで、で、まあそういう状態を、同に例えたと。同婚式の同に例えた。っていう、そういうきっかけなんだそうですね。まあそんなの人によるだろうってね、思ったあなたのお気持ちもよくわかりますし、まあ僕もちょっとそう思ったりはするんですけど、まあそれが同婚式なわけで、でまあご存知の通り、まあ新居浜といえば同、同といえば新居浜みたいなところもありますので、まあ新居浜の中でもその象徴ともいえる、もう建物見ていただければもうそうなので、同なので。まあ、赤金ミュージアムのその銅にちなんで、そこで開催されるということです。ですので、まあ、7年目じゃないですか。だから、今2024年ですよね。つまり、今年は2017年に結婚されたご夫婦に、この同婚式イベントは参加資格がございますということになります。で、ちなみに、これに関して言うと、入籍日とか、あと挙式日を、問われることは、まあ、ないんですけれども、ただ、まあ、その代わりというわけではありませんが、7周年、まあ、7年目なんですっていう、それが分かるもの、なんですかね。例えば、結婚式の時の写真とかでも、まあ、いろいろそれはあると思うんですけど、そういった証明できるものを持って、赤金ミュージアムに来ていただければ、参加資格があるということです。で、じゃあ、何をするのかというと、まあ、いろいろイベントもあって、例えば、まあ、参加したご夫婦は、まあ、これも銅にちなんだイベントにはなりますが、銅版アートのワークショップっていうのがあって、でそれに参加することができます。だから、まあ、もちろんこれお子さん連れも OK なので、まあ、ご家族で参加をしていただいて、まあ、その思い出に残るようなものを、まあ、みんなで一緒にこう作ろうじゃないかと。で、ちなみにこれは予約制なんですけど、今お伝えした銅版アートのワークショップに関しては、今のところ今赤金ミュージアムのホームページを見ると受付中ということになってます。先着順なので、興味のある方は急いでいただきたいんですけどね。で、もう一個ちなみにサンドブラストワークショップっていうのもあったんですけど、こちらはもうすでに
あの定員に達してますので、受付が終了してますので、まあ、さっき言った銅板製作ワークショップはこれ無料なのでね、興味のある方はなるべく早めにお問い合わせの上申し込んでいただければいいかなとは思うんですけれども、まあ、そんなイベントがあったりで、さらにあとは記念品もいただけたりします。まあ、このイベントの同婚式の、オリジナルグッズをあのいただけたりとか、あとは赤金ミュージアムはあのカフェもね、そこにあの備えてあるんですけれども、そこのカフェの割引券なんかも、先着順ですがね、100組様かなにあの無料でいただけたりとか、まあとにかくお得なことがたくさんありますので、うん、まあ、あの何よりもそういった、まあ、こういったイベントにあの参加することによって、あの7年目のね、7周年のその闘魂式を、迎えて、でもう2人でそれをお祝いしたっていうなんか思い出をこう作っていただいて、で、まあ、僕が言うのも変なんですが、あのより一層愛を育んでいただいて、でだから次は7年の次は25年になりますので、ちょっと飽きますけれども、銀婚式までですか、まあ、あの頑張っていきましょうと、頑張ってっていうのは仲良く頑張りましょうっていう意味ですよそんなようなイベントになっておりますので、あのお気軽にね参加していただければなと思っております。で開催日がですね、これ、割と近くなってまして、来月です。7月1日月曜日から、7月9日の火曜日、これを同婚式ウィークっていうことにしてます。ただちなみに、7月2日火曜日とあとは8日の月曜日、7月のね、この2つの日に関しては休館日なので、イベントもお休みになってますので、あのこれちょっと事前にホームページなんかでもあの確認をしていただいた方がいいかと思います。はい、でもう一度対象者お伝えしておきます と、2017年に結婚されたご夫婦、ユニークですよね。まずこういう試みがね、入籍日とか挙式日はまあ問いません。で場所は赤金ミュージアムです。興味のある方はお問い合わせください。電話番号が 0897-31-0305 0897-31-0305、こちらまでお願いします。赤金ミュージアムです。今日は同婚式の話題です。新居浜市の情報をお伝えしました。毎週月曜から木曜の午後3時からはパルインフォメーションをお届けしています。このコーナーはポッドキャストで配信しています。南海放送ホームページのラジオ、また南海放送アプリの見る聞く、さらに南海放送公式 YouTube チャンネルから、またアップル、スポティファイ、アマゾン、ラジコのポッドキャストサービスからお聞きいただけます。番組終了後1時間程度で当日の放送が聞けるようになりますので、ぜひそちらでもお楽しみください。でまた過去の放送分もすべてアーカイブで残ってますので、気になる情報がありましたら探して聞いてみてください。次回は明日水曜日です。明日もぜひお聞きください。パルインフォメーションでした。